タデウス・ソビエスキクーリン・コート・ローは、T.S.C. ロー教授とも呼ばれ、南北戦争時の気球操縦者、科学者、発明家である。ローの人生は名声を追い求めた一生だった。ローは、貧しい開拓牧畜の王家の生まれだったが、気象学に興味を持ち、風や雲の動きの研究に没頭した。特に東寄りの高々旅の強い風を認識し、それに乗るという概念が生まれた。 10代後半の時に空気より軽い気体、特に水素に見せられるようになった。21歳までに飛行術を選んだが、当時のそれは気球を操縦することだった。科学の講義を行うことと人を気球に乗せることとで、正規の教育を受けるための十分な資金を稼ぐことができ、それが科学、気象学を呼び、飛行術のさらなる研究に進ませることになった。 1850年代後半までに気象科学の先進的理論に加えて気球政策でも広く知られるようになった。その待望の中には大西洋横断飛行計画もあった。ローの科学的探求は南北戦争勃発で中断されることになった。その愛国者的義務として北軍のために南軍を 空中から偵察する目的で気球操縦者としての任務を提案することだと認識した。1861年7月、ローはエイブラハムリンカーン大統領から北軍気球司令部の操縦士長に指名された。その仕事はおおむね成功だったが、軍隊のあらゆる者たちから十分に喜ばれたわけではなく、 その作戦行動と給与水準に関する議論のために1863年には辞任に追い込まれた。ローは民間に戻って水素ガス製造の科学的探求を続けた。ローは大量の水素ガスを蒸気と木炭から取り出せる水小ガス発生法を発明した。この方法と製氷機の発明と特許によってローは100万長者になった。 1887年、ローはカリフォルニア州ロサンジェルスに移転し、最後はパサデナに24000平方フィートの家を建てた。いくつかの製氷工場を開設し、ロサンジェルス市民銀行を設立した。ローは景観を楽しめる山岳鉄道の計画を立てた土木技師のデイビッド・ジェマクファーソンに紹介された。1891年、両者は パサデナマウントウィルソン鉄道会社を設立し、アルタデナの上の丘に入るマウントロー鉄道となるものの建設を始めた。この鉄道は1893年7月4日に開通し、短期間に利益と成功を生んだ。ローはマウントローと改名したオクさんへの建設を続けたが、これは体力的にも財政的にも消耗させるものだった。 1899年までに、ロ老は、破産管罪人の管理下に置かれることとなり、最終的に鉄道は、ジャレドエストアランスの手に渡った。ロ老は、ほとんど一文なしになり、残る人生は、パサデナの娘の家で過ごし、81歳の時に、そこで死んだ。タデウスロ老は1832年8月20日に、ニューハンプシャー州、コーアス軍事ファーソンミルズで、 クロビスとアルファ・グリーンの老夫妻の息子として生まれた。老の祖父、リー・バイローは、アメリカ独立戦争を戦い、父は、米英戦争で、太古隊の古種だった。両親のクロビスもアルファもニューハンプシャー州の生まれであり、開拓牧畜農家で17世紀、ピルグリム・ファーザーズの子孫だった。クロビスは、靴屋だったが、後に、ジェファーソンの商人になった。 政治に手を出すようになり、一度は衆議会議員にも選出された。その政治と意見は州内で尊敬された。老の若い時の生活には様々な話がある。5人家族の2番目の子供であり、タデウス・ソビエスキ・コンスタンティンと名付けられたが、これはおそらくスコットランド人作家ジェーンポーターの1803年の小説。 ワルシャワのタデウスに出てくるタデウス・コンスタンティン・ソビエスキにちなんだとみられる。ローの10歳の頃に母が死んでおり父のクロビスがメアリー・ランドールと再婚したのか母が死に父が再婚した時はローが別の農場に送られていたのか混乱がある。プレイステッド家が所有する農園で働いたことは事実だがそこに住んだかどうかは 不確かである。父のクロビスは再婚したメアリーとの間に7人の子供を設けたが、その年代にも混乱があって、メアリーがクロビスと再婚した時にはすでに複数の子供がいた可能性がある。老に関する物語に共通していることは、悪くことなき学習欲という証言である。まだ十分字が読めない時に、父や教師が答えられないような質問をした。 学校に通った時間も限られたものだった。農場の雑用のために、陶器の3ヶ月間の身にマイル離れたジェファーソンヒルズの公立学校に通うことを許された。その学校には本もなかったが、エイブラハム・リンカーンと同様、ローは教師の個人蔵書から借りた本を暖炉の前で読むことで夜を過ごした。ローは14歳の時までにメイン州ポートランドへ、 初めての旅を行い、その後ボストンまで戻って、靴部品切断業を営んでいた兄のジョセフの事業に入った。18歳の時に大病を患い故郷に帰った。その療養をしている間に、弟がレジナルド・ディンケルホフという、ある教授の科学の講義に出席する養老を招いた。その講義は、空気より軽い気体の減少、特に水素のことを扱っていた。 この教授が、超高生の中から志願者を募ったとき、熱心な牢が前に飛び出した。ディンケルホーフは、牢の目の中に、興味の炎を見ることができ、その見せ物の後に助手として連れて行くという提案があった。牢がそれに応じ、教授が2年後に引退したときはその見せ物を、購入して、タデウス・ソビエスキクーンコーと、牢、科学教授という呼称を使うようになった。 科学の巡回講義を行う授業は、子供の時に欠けていた教育を受けるために、十分引き合うものだった。祖母の願いを叶えるために、医学の勉強を試みたが、それは退屈であり、空気より軽い機体を使った、飛行術という最初の興味の方に戻った。アメリカの気球乗りは柔軟な絹の袋を、 膨らますためにコークスガスを使っていたが、これは固定した枠組みに綿の食布を貼り、熱せられた煙を集めるために、火の上に直立する当初フランスの熱気球に対抗するものだった。1850年代までに、ローは一流の気球製作者になり、見せ物師としての事業では、通りがかりの者や祭事会場の出席者を気球に乗せることで儲けを取り続けた。 1855年、ローの講義の一つで、可愛いパリ生まれの女優、19歳のレオンティン、オーガスティンガションに紹介された。一週間後の1855年2月14日、ローとレオンティンは結婚した。この夫妻には7人の女子と3人の男子、計10人の子供が生まれた。ローは、その科学的探求を続け、自分の気球を所有して、 観測していた高か,か旅の風に乗り大西洋を横断飛行するというそやな概念を夢に抱いていた。ジョン・ワイズの著作、航空術の仕組みに端的した。それには、気球の製作、布の切断と縫製、機密保持について、具体的な指示が書かれていた。1857年、ローは、自分の最初の気球を製作し、ニュージャージー州報道圏の小さな農場で、 渓流飛行を操縦した。ロウの父も気球政作に加わり、自身熟達した気球乗りになった。1858年、さらに大きなエンタープライズ号などいくつかの気球を制作した。ロウは科学的試みを続けながら高々かか旅の風に乗り、大西洋を横断飛行するための予儀も続けた。1859年には、 シティオブ、ニューヨーク号と名付けた巨大な気球政策に取り掛かった。一方、ヨーロッパの株式市場に関心のある多くの者のに大西洋横断飛行に関する見解を解いていった。その頃行われた大西洋横断ケーブルの敷設は失敗しており、船旅は頼りにならないくらい鈍かった。ローは事業や科学的社会の隅々から支持者を集めた。特に、 スミソニアン博物館のジョセフ・ヘンリー教授は次のように書いていた。スミソニアン博物館は、老教授の仕事や理論に早くから気づいており、その論ずるところが科学的にしっかりしていることが分かってきた。彼の天才の証拠を迎えることは大きな喜びと満足である。我々は彼の計画の結果を興味を持って見守ることになるだろう。 ローの最新で巨大な気球シティオブ、ニューヨーク号大西洋横断飛行は、直径103フィート、コークスガスを用いた時の要重能力11.5トンだった。これで、直径20フィート、8人乗りのテント地で覆った、ゴンドラと、ローの妻にちなんで、レオンティーンと名付けた、喧嘩式救命ボートを運ぶことができた。1859年11月1日、 ニューヨークの貯水池広場で行われる試験飛行のために準備された。地元のガス会社が十分な量のガスを供給することができなかった。ローは1週間も経たないうちにベンジャミン・フランクリン科学研究所のジョン・シー・クレソン教授によってフィラデルフィアに招かれた。クレソン教授はたまたまポイントブリーズガスワークスの理事会議長でもあった。 彼らは十分な量のガス供給で合意した。ローは気球を放防圏で保管し、試験飛行のために、春まで待った。試験飛行の前に、気球は、新聞記者、ホレスグリーリーの忠告に従って、グレートウェスタン号と改名された。これは1860年春に、諸女公開を行う蒸気船グレートイースタン号に、張り合うものだった。 ローは1860年6月28日にフィラデルフィアからニュージャージーまでの飛行を成功させたが9月7日の最初の大西洋横断飛行の試みではグレートウェスタン号が風で避けた9月29日の2回目の試みでは気球を膨らませている時に修復した場所から漏れが発生したローは グレートウェスタン号を総点検する必要に迫られ、横断飛行は翌年晩春まで待つことにした。二回目の試験飛行は、ヘンリー教授の提案で、オハイオ州シンシナティから東部海岸に帰ってくることになった。この飛行には小型のエンタープライズ号を用いた。飛行はバージニア州が、 アメリカ合衆国から脱退した日の2日後にあたる1861年4月19日の早朝に離陸した。この時誤ってサウスカロライナ州ユニオンビルまで飛んでしまい、そこでヤンキーのスパイとして拘束された。ローは自分が科学者であることを証明し、故郷へ帰ることを許された。その故郷ではアメリカ合衆国財務長官サーモンチェイスからの 伝言が待っており、その気球をもって、ワシントン DC に来るようにとのことだった。南北戦争の勃発によって、大西洋を渡ろうというローの試みを終わらせることになった。タデウス・ロー、1865年頃1861年6月11日の夜、ローは、エイブラハム・リンカーン大統領と会い、 ホワイトハウスの上空500フィートほどから電報を送るエンタープライズ号でのデモンストレーションを提案した。実際に送られた伝文は次の通りだった。ローは他に3組の結出した気球乗り、すなわちジョン・ワイズ、ジョン・ラ・マウンテン及びエズラとジェームズのアレン兄弟とその地位を争っていた。ワイズとラ・マウンテンは以前からローを批判するものだったが、 そう簡単には任務を得ることができないでいた。ローの最初の出撃は、アービン・マクドウェル将軍と、北東バージニア軍とであり、第一次ブルランの戦いの時に行われた。ローは、敵前線の背後に不時着するという不運があったものの、その功績は印象を残した。幸いローは敵に発見される前に、第31ニューヨーク士官連隊の兵士に、 発見された。しかし、着地の時にくるぶしをひねっており、兵士たちの助けなくしては歩けなかった。彼らはコ校コ取り出に戻りローの身分を報告した。最終的に妻のレオンティンが、ローバに身をやつして、救出に現れ、持ってきた四輪に馬車とテント地のカバーを使って、ローとその装置を安全に取り戻すことができた。ローが、気球司令部を作り、 ローを気球操縦士長とする面倒を見るよう、ウィンフィールド、スコット将軍に命じた、リンカーン大統領のところに、ローの功績の話が届いた。それはローが4機の気球を作り、移動式水素ガス発生機を備えるほぼ4ヶ月前のことだった。同時に、ローは、軍用気球の操作法を指導することになる一体のものを集めた。新しく結成された。 北軍気球司令部は民間契約の組織のままであり、軍隊での任命を受けることがなかったが、これは部隊の誰でもスパイとして捕まれば即刻処刑される危険を秘めたものだった。ローは新しい軍事用気球イーグル号を持って、ジョージ・マクレラン将軍の指揮するポトマック軍に復帰したが、そのガス発生機は間に合わなかった。ローがヨークタウンで上昇を行った後で、 南軍は、リッチモンドに向けて撤退した。ローは、石炭用橋家から転用されたジェネラルワシントンパーク、カスティスの利用を許可され、それに、気球2機と、新しい水素ガス発生機2台を乗せて、川の上空で、初めての観測を実行した。このことで、ジェネラルワシントンパークカスティスは、史上初の航空母艦となった。ローの報告書は次のように記されていた。 セブンパインズの戦いを観察するためにインターピッド号で上昇する。老教授私はこれまでにない水路による最初の気球遠征の完全な成功を報告することを満足に思う。私は海軍基地を日曜日朝早くに出発し、有能な気球操縦助手がおり、新しいガス発生機は初めて使ってみたが立派に作動した。 ローは1862年の半島方面作戦に従軍しメカニクスビルの上空及びその後のフェアオークスにおけるセブンパインズの戦いを観察した。右の写真はセブンパインズの戦いを観察するためにインターピッド号で上昇するロー教授であり、この時前進する南軍の動きを観察して報告することで 孤立していたハインセルマン将軍の部隊をタイミングよく救った。ローは水素ガス発生器を使っていたが、ガス充填のためにはまだ1時間を要する状態だった。ローはすぐにキャンプ用夜間の底に穴を開けて気球のバルブをつなぎ、コンスティチューション号のガスをインターピット号に移し替えさせた。これでガス充填は15分で完了し、この時間の節約は後に、 1>, 1分100万ドルと評価された。フェアオークスやチカホミニー側の泥の多い湿地は、チョーチフスやマラリアのような違法の多くの病気を呼んだ。ローはマラリアに罹患し、1ヶ月以上任務につけなかった。作戦が失敗したポトマック軍は、ワシントンへの撤退を命じられ、ローの入馬車やロバは、この撤退の時に徴用され、最終的に補給係将校のところに戻った。 ローがワシントンに戻ると、任務に戻るよう厳しい圧力を受けた。最終的に、シャープスバーグやフレデリックスバーグに呼び出され、その機能が使われた。気球司令部は、アメリカ陸軍公兵司令部付きとなった。ローは、大佐として、給与を支払われていたが、1863年3月、コムストック隊が、新たに割り付けられた。 航空士団の任務に就くと、ローの給与は1日6ドルに減額された。同時に、航空士団に対するアメリカ合衆国議会の評価が下され、第三者による国評する報告書もあって、ローは長々しい反論をすることになり、北軍式官僧はそれ以上気球を使うことを止めた。ローは1863年5月に辞表を提出し、アレン兄弟が、 気球司令部の指揮を取ったが、8月には、その司令部も活動を止めた。ローは、マラリアの余韻と戦争の疲れからの回復に努めた。ローと、レオンティンはジェファーソンに戻り、家族との時間を過ごした。1863年秋に、ワシントンに1ヶ月戻り、陸軍長官に提出する、戦時報告書を完成させ、その後は、 バレー法事に農場を買って農作業で自分を取り戻すことができた。ローが開発した空中偵察の進歩した技術は世界中に影響が及びイギリス、フランスさらにはブラジルまでもその軍隊のために気球司令部を組織できるならば少々の位を提供すると申し出てきた。ローは戦争がコリゴリだと考えその申し出を辞退したが 移動用ガス発生器を含めた装置ごと気球を各国に送った。それらの軍事専門家に助言を与え、最善の操縦者としてアレン兄弟が手助けできるよう手配した。ローは南北戦争の間に軍の気球基地周辺を嗅ぎ回っていた一人のドイツ人若者と出会った。この若者の名前はフェルディナント・フォン・ツェッペリン伯爵といい気球操縦に魅せられていることは、 同じだった。マクレラン将軍がすべての気球に同情することを禁止していたので、ローはフォン・ツェッペリンをメリーランド州プールズビルに派遣して母国語でその青年をもてなすことのできるドイツ人操縦助手のジョン・シュタイナーを訪問させた。フォン・ツェッペリンは1870年代にローの気球操縦技術のべてを問うために裁縫してきた。もちろんこの人物が 後にその名前を冠した、操縦可能な飛行船を設計することになった、フェルディナント・フォン・ツェッペリン伯爵である。ローは、ペンシルベニア州のリスタウンに新しい家を建て、そこで、水素ガスに関わる科学探求を続け、熱した石炭に蒸気を通して、大量の気発性燃料が得られる、水性ガス生成法を改良し特許を取った。産業革命によって、東海岸の家庭は、 暖房や照明が変革されていた。ローは圧縮製氷機を完成させたことなど、製氷機に関する特許もいくつか持っており、これは低温保存産業を革新させた。さらにプラチナマントルを通してガスを燃焼させることで明るい照明を得られることを発見した。ローは古い蒸気船を一石購入して冷蔵設備を備え、 ニューヨークからガルベストンまで新鮮な果物を運び、帰りは牛肉を運ぶ海運業を始めた。これは保存用に塩漬けにされていない新鮮な牛肉を人々が食べられるようになったことでは歴史上初めての出来事だった。その海運業は船の運航に関する知識が欠けていたために失敗したが、この事業は他のいくつかの国でも取り上げられた。ローはまた、 水素ガスで動く製品も製造した。これらを含めいくつかの特許でローは財産を築き上げた。これらの成果に対し、人類にとって最も有益な発明に与えられるエリオット・クレッソン・メダルという非常に栄誉ある賞を受賞した。1873年、ローは住居や商業で暖房や照明に供される大量の水素ガスを発生できる。 水晶ガス発生法を開発し特許を取った。市民生活に使われていた通常の石炭ガスやコークスガスとは異なり、このガスは効率の良い発熱燃料だった。この方法は次の式で表される水性ガスシフト反応を使った。この方法はコークスガスの主要発生源である熱した石炭に高圧の蒸気を通すことで発見された。 ローの方法は、石炭が加熱された状態を保て、それによって一貫して、ガスを大量に供給できる、チムニーシステムに改良を加えた。この方法は、蒸気の水素を、コークスガスの一酸化炭素に加える、熱化学反応を生んだ。その反応で二酸化炭素と、純粋な水素を生成し、冷却と、洗浄工程の後で、水蒸気を通し、 純粋な水素ガスが残った。この方法はガス製造産業に拍車をかけガス化プラントが急速にアメリカ合衆国先海岸に建設された。ハーバーボッシュ法のような類似した方法で空気中にある窒素と大量の水素を組み合わせることでアンモニアの製造ができるようになった。このことでアンモニアを以前から冷媒に使っていた。 低温産業に拍車をかけた。ロー教授は人工的製氷機についてもいくつか特許を持っており、低温貯蔵の事業や水素ガスを運転する製品でも成功することができた。1887年、ローはロサンジェルスに移転し、1890年にはパサデナに転居して、そこで24,000平方フィートの邸宅を建てた。 ここで、水性ガスの会社をはじめ、ロサンジェルス市民銀行を設立し、いくつかの製氷工場を建設し、パサデナのオペラハウスを購入した。現在のマウントローパサデナ設立から間もない時期の、市民は、サンガブリエル山脈の頂上に至る、見晴らしの良い山岳鉄道を夢見ていた。その夢に対して、具体的な計画を持っていたうちの一人に、 コーネル大学卒の土木技師デイビッド・ J マクファーソンがおり、その計画とローの持つ資金とを結びつけて事業化するために、マクファーソンはローに引き合わされた。1891年、ローとマクファーソンは、パサデナマウント・ウィルソン鉄道を共同で設立した。ウィルソン山に至る経路すべての権利を獲得できなかったため、 彼らはエコーさんの高台を経由して奥さんに至る経路に計画を変更した。彼らの鉄道と他の似たような観光目的の山岳鉄道との違いはすべての区間で電気駆動のトロリーが走ったことであり、同鉄道が唯一の事例である。奥さんは後にローさんと改名されアルタデナに移転してきていたシカゴの地図出版社アンドリュー・マクナリーがその地図すべてに マウントローの名前を入れることで、正式のものとなった。ローは、最初の鉄道区間として、まずアルタデナのレイク通りとカラベラス通りの交差点から、ルビオキャニオンのルビオパビリオンまでをつなぎ、そこから全長2800フィートのケーブルカーへと、乗り換えてエコーさんに至るまでの経路を1893年7月4日に開業した。エコーさんの頂上には40室の車齢があった。 1894年には、ローは80室のホテル、エコマウンテンハウスと、天文台を追加した。1896年までに、道山のグランドキャニオンに位置する宿泊施設、家アルパイン多ンまでをつなぐ、乗区間が完成した。これらすべてを合わせた鉄道の全長は7マイルとなった。1899年、ローは、 破産管罪人の管理下に置かれることとなって、この事業を失い、資産を使い果たした。1902年、マウントロー鉄道は、ヘンリー・ハンティントンがその頃設立した、パシフィック電鉄の一部となった鉄道の所有物件の、うちで、ローの資産として唯一残ったのは、エコーさんの天文台だった。そこには16インチの反射望遠鏡があり、 多くの天文学的発見がなされた。この天文台は1928年の強風で倒壊した。鉄道は次に述べるように段階的に破壊されていった。1900年2月4日にはエコーマウンテンハウスが台所からの失火で失われ、1905年には強風に煽られた山火事により、天文台及び天文学者のための小屋以外のあらゆるものが消失した。 1909年のルビオキャニオンの鉄砲水はルビオパビリオンを破壊した。1936年には電気による失火で家アルパイン多ンが壊滅した。鉄道は1938年のロサンジェルス大洪水の後放棄された。ローは余生をパサデナの娘の家で過ごし、1913年健康を害した数年後の81歳の時に、 そこで死んだ。南カリフォルニアのサンガブリエル山脈にはその名を、冠したマウントローがある。ローは、アルタデナのマウンテンビュー墓地に埋葬され、その横には一年足らず後に亡くなった妻のレオンティンが、眠っている。ローの墓碑の近くには、レオンとソビエスキの二人の息子や、その他七人の娘が嫁いだため子となる姓となった、家族が埋葬されている。家族の多くのものは、 東海岸に戻った。母妃近くには、息子のタデウスとその妻のために建てた、別の墓がある。ロウの名前を継いだ孫の男子はいないが、娘の子供たちや孫たちは、ミドルネームに、ロウの名前を入れている。マウントロウ鉄道は1933年1月6日に、国登録歴史史跡となった。ロウは、アメリカ陸軍軍事情報の伝道に登録されている。ロウは、 ウォルト・ディズニー・リプロダクションが制作した1972年のハイフライング・スパイでスチュアート・ホワイトマンが演じた。ありがとうございます。